皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。今回の動画は、英語の参考書に、八つ当たりする内容となっております。では、始まり。今回は、デュオ 3.0 例文222八つ当たりしていきます。では、まず聞いてみてください。There are so many fine scratches and dents on its surface, it's no use polishing it.There are so many fine scratches and dents on its surface, it's no use polishing it. さて、いかがでしたでしょうか。私が八つ当たりしようとするポイントは3つあります。その3つのポイントを色を変えて今示してみました。さて、1行目はですね、there is とか there are がくっつくというやつですね。2行目のところの最初の2つが and dents ですけれども、and の d とその次の dents の d が、ね、同じなので and の方の d はもう事実上発音しないですね。その後の on its もですね、2つがくっつくだけなんですけれども、2行目のところ、ts という発音のところつというのがいいと思うんですが、まあ、つでも通じるんでしょうかね。ということで、理屈をこねた後なので、簡単に聞き取れるはずだということで、もう一度聞いていただきます。There are so many fine scratches and dents on its surface, it's no use polishing it. さて、これで発音に関する八つ当たりはおしまいでして、この後はですね、ちょっと気になる表現を辞書で確認していきます。最初、there are、まあ、there is, there are 構文というふうによく言うんですが、これについて辞書ジーニアス英和辞典で調べてみますと、まあ、その後説明なんですけどね、この構文は新情報を提示するものだから、通例不定のものに用い、特定のものには用いない。ちょっとややこしい表現なんですけれども、要するに定冠詞の座は原則用いないというふうなことが書いてあるわけです。で、例文あるんですが、1番、 There is a cat in the kitchen、 これは正しい英文なんですが、2番のように There is the cat in the kitchen とすると間違いということになっています。で、特定の猫、その猫について述べる場合は、丸さんのような、The cat is in the kitchen とすれば問題ないわけです。ただし、新情報となる名詞が of、くや that 説などで限定され、特定されている場合はこの限りでないので、というふうな説明ありまして、まあ、there is, there are の後に、the は来ないのかというと、来る可能性もあるとこう書いてありまして、例えばの例として ④ のような There is the problem race in America だったら別に正しい英文ということになっております。ところでですね、中学や高校でこの構文について教えるとき、どのような内容を教えていたのかというのをちょっと思い出して、そこに書いてみたのですが、 What is on the desk?机の上に何がありますかと聞かれたら、 There is a book on the desk。 机の上には本があります。で、何があるかというと本があるという意味ですね。 Where is the book? その本はどこにありますかという質問に対しては、 The book is on the desk、 または It is on the desk、 その本は、またはそれは机の上にあります。どこにあるかというと、机の上にあるということになっております。こうしてもう一度説明してみますと、別に難しくないと思うんですけれども、なぜか混乱している人がとてもたくさんいらっしゃって、最終的には日本語のがとはについて知っていれば別に難しくないと思います。さて、もう一つ調べてみたんですが、 It is no use ingk と言われる構文ですね。何々しても無駄である。で、この構文を勉強するときにおすすめのことわざがあります。It is no use crying over spilled milk ですね。こぼれた牛乳を嘆いてもどうにもならない、腹水盆に帰らずです。
ところで it is というふうな be 動詞なくても使えてしまいます。 I thought it no use pretending that I had not seen him。 SVOC 第五文型ということになるのでしょうか。私が彼に会わなかったふりをしても無駄だろうと思ったということで、今回の動画はおしまいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。